二階堂家住宅は、鹿児島県肝付郡肝付町新富5595番地にある江戸時代の民家、国の重要文化財。建立は文化7年頃と思われ、木造かやぶき屋根寄せ棟造り平屋の建物が2軒屋根をつなげて眼光型に連なっているように見える形式である。これは鹿児島県でも南部の民家にのみ見られる特徴であり、客間逃亡式。表と日常の空間である中絵の建物から構成される。武家の屋敷らしく作りがしっかりしており、保存状況が良いことから昭和50年6月23日に重要文化財に指定された。1985年8月31日の昭和60年、台風第13号により被災したため、1986年4月より保存修理事業を実施。南西約30メートルの位置に移築し、1987年6月30日に完了した。この住宅の持ち主であった二階堂氏は、鎌倉幕府の御家人発祥の薩摩国北部の豪族であったが、島津支配下となりこの地に移住させられた。最後の住人は衆議院議員で内閣官房長官などを歴任した二階堂進である。進の長男で、東京理科大学非常勤講師の二階堂広海が現在の所有者だが、業界は東京に在住しており、同住宅は有料で一般公開されている。ありがとうございます。